お前たちは死のオーラに包まれている。サルがいい悪の目。まったく、最近はどこもかしこもザレ事であふれとる。ところで、会った時に名前を聞いていなかったな。エビーフライト、弟のジェイコブよ。そうだ、幽霊を信じているかね。いや、特には。ええ、実際はわからん。だがいいか、世界で最も近代的なこの都市でも、人々はこぞって超常的な話に夢中になり、詐欺やインチキのいいカモになっている。だから私はゴーストクラブに入会した。超常現象を体系的に調査する世界で初めての団体だ。なぜなら真実は精神と同様、姿を現す前に飼いならしておくべきだからだ。君たちも一緒にどうだ。そいつは最高にバカバカしいな。やろう。それは面白そうね。よし、いいぞ。早速最初の事件がある。ランベスで不穏な出来事が報告されている連続襲撃事件だ。人々は襲撃者を年老いた悪魔だと言い、こう呼んでいる。バネ足ジャックと。その悪魔はこうしている間にも街をうろついている。君たちで探してくれ。見つけたぞ。壁に爪の跡があるな。そこにいるのは分かってるぞ。見つけたぞ。地裏にある倉庫、大勢の見張り、中には仮面の異常者。やれやれだな。
Thank you.